ラーム・モーハンド・ロイ・ラーム、モーハンド・ロイは、インドのヒンドゥ思想家、社会活動家。家父が夫に準じて、昇進自殺する習慣サティの禁止に大きく、貢献した。インド最初の近代人、近代インドの父とされ、近代インド思想及び、インドの近代化への影響は大きい。西欧的な合理主義に基づいて、インドの近代化とヒンドゥ教の復興、改革を目指し、 ヒンドゥー教改革運動、ベンガルルネッサンスの端緒となった。ベンガル地方のブルドワン軍ラードハーナガル村のバラモンの家系に生じ主、ラウム・カーンタロイト・タアリニーの子として生まれた。両親は共に宗教に熱心な人だった。村では、ベンガル語と当時の関用語のペルシャ語を学び、幼少期にパトナに出て管理になるという目的でイスラムの勉強、ペルシャ語、 アラビア語を学んだ。イスラム神秘主義スーフィズムを学んで、その影響を強く受け、ヒンドゥー教の偶像崇拝を疑問に思うようになる。16か17歳の時にペルシャ語で、ヒンドゥー教の偶像崇拝を非難するパンフレットを書いて、父の怒りを買い、家を出た。4年各地をめぐって、チベットでダマからチベット仏教を学び、 ベナレスに出て、サンスクリット語とヒンドゥ文献の研究をした。1796年には22歳で英語の勉強を始めている。30歳の時に、ペルシャ語で、一神教徒への贈り物という、偶像崇拝やすべての宗教の迷信に反対する本を書き、普遍的宗教は神の気逸に基礎付けられるとした。同年イギリス東インド会社の財務部で管理になって、働き、 その後ある未成年者の財産管理を引き受けていた。この頃が活動の準備期間にあたり、ベーダーンタ、タントラ、ジャイナ教を研究して、人々と議論し、英語を通して海外を知ることでその優れた点を思い知るようになり、イギリス文学、文化、その背景であるキリスト教を学んだ。1815年に財産管理をしていた人物が成人したに退職し、 カルカッタに住んだ。ベーダアンタのテキストを英訳出版し、宗教的社会改革を先導し、ヒンドゥー教を守るために、キリスト教の布教に反対した。1828年、宗教教育、または、自らの宗教的信念の普及のためにブラフもサマージを立ち上げた。ブラフもサマージは、ウパニシャットの一元論的教義に基づいており、正統派ヒンドゥー教徒と対立した。 正統派の信徒には、ベンガル語で書かれたウッパニシャットは、ローイが自身の立場を強くするために書いたものだと主張する人もいた。1830年、デリーのムガル皇帝やバル二世の施設として、ムガル皇帝の処遇の改善値上げの要求、イギリスのインド統治による政治問題の研究のために投影し、処遇改善に関する要求の目的を果たし、フランスに渡ったが、 イギリスに戻った際に1833年にブリストルで隠しした。ブラフモ・サマージの活動は、ローイの死後10年経って入会したレベンド・ラナーとタゴールに引き継がれた。彼の信念はローイとは異なる面があり、インドにはヒンドゥー教だけで良いとしてキリスト教を廃している。タゴールの下でベンガル人の入会者は増え、ブラフモ・サマージは流星した。 ブラフもサマージは19世紀から20世紀のインドの宗教運動の先駆としてアーリやサマージなどの多くの宗教団体に影響を与えた。同意はベンガル語、サンスクリット語、アラビア語、ペルシャ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、英語に通じており、世界の諸宗教の原点を確認して研究し、そこに大きな違いはないと感じた。ベーダを合理的。 西洋近代的に解釈し、古代のウパニシャットに純粋な一心教が説かれていると考えた。イスラム教、キリスト教、そしてウパニシャットの中に真理があり、イエス自身に立ち戻ることで得られる純粋な、キリスト教とインドの古代のヒンドゥー教には一致があり、そこに普遍性があると考え、多神教を退りけた。 現在のヒンドゥー教を歪められたものとし、イニシエの純粋な姿に戻すことを目指した。なお、ローイは、インド思想の根底にあるリンネとカルマを信じて、いなかった。ラルフワルドエマーソンの超越主義哲学は、ローイのネオ・ベーダーアンタの影響を強く受けたと言われる。イギリスの植民地時代のインドは、国を一つにまとめ、イギリスをはじめとする西洋列強に対抗するためにも、 様々な対立構造を超えてインドを統合し、国内外にインド、インド人としての優れたアイデンティティを示すことが大きな課題であった。ロイやビベイカーナンダラヒンドゥー教改革運動、ネオベーダーアンタの担い手たちは、インドを近代化するとともに伝統を復興し、近代化と伝統を統合し、さらには宗教運動と社会改革運動の統合を目指した。ロイは、 サティの廃絶、未亡人の再婚の承認、一夫多妻制への反対を行った。特に、サティ禁止への貢献で知られるが、兄が死んだ時に、その妻がサティで殉死したことに、大きな衝撃を受けたと言われ、サティの反対運動を繰り広げ、自らサティが行われる現場に行ってやめる、よう説得することもあった。 反対運動はイギリス総督を説得し1829年に禁止法が出されるまで続けられた。また、教育の必要性を感じ、インド人は西洋の諸科学を学ぶべきと考えてイギリス植民地長のインド総督に手紙を書いて訴えた。1830年にはヒンドゥー教徒の少年のための無料の英語学校を創設した。1822年には ベンガル語の週刊新聞、カウムティ、ペルシャ語の週刊新聞、ミラトウルアクバルを発行し、1923年には、新聞規制法に反対する運動を行った。1829年には、ベンガルヘラルド氏と組んで、英語、ベンガル語、ペルシャ語、ナーグリーこの4語で新聞を発行している。ありがとうございます。